突撃砲、突撃砲、突撃砲は第二次世界大戦時にドイツ国防軍によって不評支援用に生み出された自走砲、自走不評砲の一種である。なお、アメリカ軍においてもアサルトガン、アサルトガンの名で呼ばれる兵器が存在し、これを日本語に直訳すると突撃砲となるが、これは特定の兵器の種別名ではなく、 気候部隊や機械化不評部隊において、榴弾砲を手法とし、それによる直射火力支援を主任務とした戦車や自走砲の運用法による部隊編成上の故障で、アメリカ軍にアサルトガンという車領主があるわけではない。突撃砲は、ドイツ国防軍において、敵陣地を直接攻撃するために、強力な砲と低姿勢を兼ね備えており、 対戦車任務にも大いに活躍した自走砲に分類される車両である。基本的には不評支援用であるが、対戦車戦闘向けに重宝進化されて、実質、駆逐戦車任務をこなすようになったものもある。突撃砲は、黎明期の巡洋艦のような所属部隊や駅務に応じた、席名ではなく、独自の車両種名である。仮に、不評部隊の突撃砲が、 気候部隊に配属されても名前が突撃砲でなくなるわけではなく、駆逐戦車が不評部隊に配属されても名前が突撃砲になるわけではない。後術のミハエル・ビットマンが社長を務めた時のいい語突撃砲も気候部隊である装甲軍パンザーグラップ所属である。突撃砲を運用する突撃砲兵スターマーティルーリーは 1935年に戦車とは異なる不評支援として提案された概念であり、当時から突撃砲は砲兵に属するものとされた。次男の手になる死後の先週でマンシュタインは次のように表している。当初は開発時のコンセプト通りに運用、配備されていたが、1943年になって事態が変化した。装甲部隊の再建をスピードアップするため、 ハインツグデイリアン戦車兵装艦の要求により4月にアンザースタームジアシュアッツアプタイロンという新たな種類の大隊が定義され再建中の3つの装甲連隊が第2位大隊として突撃砲45両を受け取ることになったのである6月には戦車大隊を持たないことが多かった装甲的弾兵士団にも戦車大隊に変えて突撃砲大隊が配属できることになった 駆逐戦車やブルームベアなどの突撃戦車は戦車兵が所属となる子を前提とした故障であるが、いくつかの車両ではこの名称が決まるまでに、パンザー、スタームジアシュアッツをそれぞれ含む名称が混用されている。なお、突撃砲はアルケット社により生産されていたが、1943年には工場が連合軍の空襲により、 大損害を受けて、操業停止に追い込まれたため、かねてより計画されていた、4号戦車の車台を用いて、EE 号、突撃砲と同様だが、より全面走行の厚い戦闘室を搭載した車両の構想を転用する形で、クルップ車により4号突撃砲、スタームジアシュッツ4が製造された。4号突撃砲の生産開始に伴い、それまで単に、 突撃砲と呼ばれていた車両は EE 号突撃砲、スタームジアシュッツ EE、e、と呼ばれるようになった。ドイツ国防軍の装備した走行戦闘車両として回転砲塔を持たず固定式の戦闘室に比較的大口径の長方進砲を装備する突撃砲に類似した形態を有する車両があるが、これは駆逐戦車と呼ばれるものである。駆逐戦車とは当初は 戦車駆逐車の名称であったことからもわかるように、不評の支援を第一目的とせず、戦車を遠距離から攻撃することを主任務とした車両であり、言うなれば、対戦車戦闘のみに特化した戦車ということであるが、後日のように、e 5突撃砲自体が、第二次世界大戦の始まる前に対戦威力を強化した、情報新砲搭載の計画が立ち上がっていたことからもわかるように、 開発当初から突撃砲の任務の一つとして、対戦車戦闘が考慮されており、駆逐戦車そのものが、実戦において、突撃砲は包囲されない限り通常の戦車より高い、対戦車戦闘能力を持つと分析されたことから、開発されているように、突撃砲と駆逐戦車との差は明確ではない。突撃砲と駆逐戦車との区別については多分に、陛下間の縄張り争いの一面を持ち、 実態としては、両者の相違は曖昧なものであり、事実エレファントや、ヤークトパンターなどの銃駆逐戦車は、当初は重突撃砲に分類されていた。これら駆逐戦車の照準機は、接眼鏡内の目盛りこそ、直射を前提とした、移動目標に対する狙いがつけやすいものとなっている、ものの、突撃砲と、同じく野戦砲に準じた、戦法教式のもののみで、 回転砲等式の戦車のような手法と同軸に装備される直接照準機を持たない。同様の理由、所属兵舎や運用される部隊の主任部に応じて故障を対応させるで、砲兵と対戦車砲兵を区分することには突撃法以外にも例がある。ドイツ国防軍においては対戦後半になると法の半分の数しか牽引車両を持たない部隊が編成され、 アーティルーリーパックアップタイロン、ボイコール砲兵化対戦車砲大隊、半固定と呼称されている。ドイツ以外でも日本軍は不評大隊に配属された迫撃砲のことを曲射不評砲と呼び、戦車兵化に属する自走砲を砲戦車と呼んでおり、アメリカ軍においては飛行部隊や機械化不評部隊において榴弾砲を手法とし、 直射火力支援を主任務とした戦車や自走砲を部隊編成表などではアサルトガン、アサルトガンと呼称していた。第一次世界大戦における残豪戦では不評が傾向できるような兵器で敵の機関銃陣地や統治下を破壊することは困難で何よりも攻撃が可能な距離まで容易には近づけないという問題あった。長距離砲による破壊は弾道精度、 即挙制度の問題で非効率的であり、大砲自体の前線進出が望まれていた。しかし、大砲の前線進出には砲の重量、機動性の問題があった。このために、不評支援のための機動性を持ち近接支援を行うことができる砲として、自走して砲弾弧や鉄条網、残壕を踏破、突破し、敵陣に肉薄して敵弾に耐えられる。 動く大砲の研究が行われることとなった。これが結実したものが、戦車である。世界初の戦車であるイギリスの MKI をはじめ、最初期の戦車はいずれも回転砲塔を装備しておらず、近距離で目標を直接射撃するための方を直接、車体に搭載しており、その点では突撃砲に類似していた。フランスの開発した三射門は、突撃戦車。 襲撃砲戦車、シャールデラ・プッチャーと呼ばれ、旋回砲塔を持たず、車体全面に直接 75mm 矢砲を搭載した形式、不評の陣地突破への直接火力支援を行うというコンセプトは、後の突撃砲と同じである。ドイツ帝国陸軍は、西部戦線での最後の攻勢である1918年春季攻勢で、敵戦線を突破し 64km も進出した。 この時、ドイツ軍は初めて自国開発の戦車である A7 ボルトも使用したが、突進する不評部隊に追随して火力支援に当たったのは重装高重武装だが、鈍速の A7V よりも、砲兵部隊により馬や人力で牽引されていた7.7センチメートル FK96 なや7.7センチメートル FK16 などの軽野砲であった。敗戦後、 バイマル共和制ドイツは、こうした経験から1927年に突撃砲の原点と呼べる自走砲を作り出す。それは1918年春季構成で活躍した7.7センチメートル野砲を民生用の早期式トラクターの車台にオープントップ式に搭載したもので、砲兵を守る、装甲版はなく重砲弾飛び交う前線で扱うのに適しているとは言い難かった。 そのため次第に装甲が追加され、ついには完全な密閉戦闘室を持つ設計とされるに至った。これが突撃砲である。このような開発経緯から運用陛下は戦車部隊ではなく砲兵部隊となっている。1936年ドイツ参謀本部が突撃砲の概念を決定する。戦車とは異なる突撃砲という兵器の概念には、 参謀本部作戦課長であった、エイリッヒ・ホンマンシュタイン大佐、当時が頭の中に描いてた考えをもとに固められていた。戦車のように移動中に、下砲の照準を変えつつ状況に応じて射撃しながら、敵戦線を突破するという役割は期待されていなかったため、大口径砲の搭載に制約を受ける、回転砲塔の採用は必要なかった。そして同年に出された、 開発命令により EEE 光線車をベースとした無法と構造の車両に単方針 75mm 砲 7.5cm ストック 37L24 を用いた不評支援用の自走砲が開発された。無法と構造はベースの、e、EE 光線車より大口径砲が搭載可能になったこと以外に車両高が低くなったので敵から発見されにくく。 かつ攻撃されても被弾しにくくなった。その技術的採目を直接指導したのは、参謀本部技術科にいたバルターモーデル大佐、当時だった。これが、突撃砲、e e 突撃砲として採用された。なお1930年代後半、ドイツ以外の列強では、このような不評支援目的では、回転砲塔構造の不評戦車を開発していた。機動力、 火力、防御力のいずれかに重点を置くかは、各国の傭兵思想により違っていたが、砲塔を排した、自走砲形式ではない、という点では、共通している。第二次世界大戦での実戦で、突撃砲は開発コンセプト通りの活躍を見捨てた。電撃戦の各場面において、主に不評戦闘の支援を行い、敵勢力の重火規制圧に効果を上げた。一方、 初期の突撃砲の指揮者が防御力に劣る装甲ハーフトラックであったため指揮官の損害が多く後に指揮官も突撃砲に登場するように編成が変えられた1941年バルバロッサ作戦ソ連侵攻作戦を発動しソ連に侵攻したドイツ軍は圧倒的に優れた敵戦車 T-34 に直面しすべての装甲戦闘車両は 威力不足となった。ソ連赤軍の膨大な戦力に対し長距離航軍を強いられたことから、ドイツ軍の戦車戦力は急激に消耗していった。東部戦線では、ドイツ不評の最大の脅威は敵の統治下ではなく、敵戦車であり、突撃法に求められるのは敵戦車を破壊できる対戦車能力となった。もともと突撃法は、対戦車戦闘も想定しており、 鉄鋼弾を発射することができたが、これに加えて、ベトン島地下用に配備されていた、整形作薬弾を用いて、対戦車戦闘に従事した。後に、ドイツ軍の戦車エースとなったミハエル・ビットマンも、独ソ戦初期に EE 突撃砲 A 型単独で16両、諸説ありのソ連赤軍系戦車 T-26 を、迎撃、うち6から7台を撃破したというエピソードを持つ。 ドイツ軍は突撃砲の不評支援向きの単方針砲を対戦車戦闘にも有利な長方針に変更する計画を大戦前から進めており1940年にはクルップ車にて試作砲が完成して試験が始まっていたしかし開発中だった新型 7.5cm 砲では T-34 に対して威力不足と考えられたためラインメタル車が新たに提示したより 強力な長方針砲 7.5cm ストック 40L43 及び L48 を開発搭載することになった。ここに至って突撃砲の任務は対戦車戦闘の比率が大きくなったと言える。また不評支援任務向けの突撃砲として対等地下攻撃用としてより後継の大きな榴弾砲を装備した 10.5cm スタームハウビツェ42 42式突撃榴弾砲、または突撃榴弾砲42型が並行して量産され、通常の突撃砲と同じ大体に配備された。この時点で、突撃砲は、不評を直接支援するために重装甲にした、自走砲から回転砲等を持たず、その重量を装甲防御とか力に振り向けた戦車へと、性を変えた。戦車不足に悩むドイツ軍にとって、 突撃砲はなくてはならない戦力となった。前述の通り突撃砲は同じ重量の戦車より走行と火力に勝り、その上、高い工作精度が要求される、ボールベアリングの要な回転砲筒を持たないため、制裁工程は戦車よりも少なく済み、大量生産が可能であった。ただし、回転砲筒とそれに付随した機関銃を持たなかったため、 敵味方が入り乱れるような状況や、全集対応性の求められる任務には適しておらず、バズーカなどの蛍光対戦車兵器を装備した不評に、背後や側面に回られると戦車よりも脆い点が弱点であった。それであっても、ドイツの突撃砲は終戦まで連合国軍相手に、不評支援や対戦車戦闘で活躍し、ドイツ軍の対戦車戦力の根幹であった。ドイツ軍不評をして、 戦車5台より突撃砲1台をと言わしめることとなったのである。しかし、砲兵化と機構化のセクト争いにより、似たような性格の戦闘車両である突撃砲と駆逐戦車を両方生産してしまったという側面もある。駆逐戦車的な性格を強めた突撃砲は対戦中期以降は戦車部隊にも配備され、これは本来の突撃砲運営部隊との間に少なからぬ。 摩擦をもたらした。配備される突撃砲の取り合いになっただけでなく、砲兵家からは、砲兵が、騎士十字章を得る手段がなくなってしまう。突撃砲兵以外の砲兵は、間接砲撃による支援任務主体であり、また直接交戦の機会が多い対戦車砲は、不評志願の戦車両兵の装備であるためなどと、反発の声が上がった。なお、武装親衛隊の突撃砲は、 従来から戦車隊に配備されていたため、国防軍のような問題や圧力は発生していない。ドイツの突撃砲に類似した兵器はソ連でも開発、運用された。ただし、ソ連軍には、ドイツの駆逐戦車や突撃砲に相当する分類はなく、旋回する砲塔を持たない。戦闘車両は、主任務が対戦車戦闘であれ、不評近接支援であれ、単に SU。 サモハフドナやザターナベカ、自走砲の意図して自走砲部隊に配属された。ソ連は1930年代前半にはすでに突撃砲に類する兵器を研究しており、T-26 軽戦車をベースとする SU-1、1931年や AT-1、1935年を試作した。しかしこの系統の自走砲は試作の域を出ることはなく、代わりに、 大型の旋回砲等に大口径砲を搭載した BT-7A や KV-2 などの火力支援用戦車が配備された。1941年の独ソ戦開戦以降はドイツ軍の突撃砲の影響を受けて突撃砲に類似した自走砲が再びソ連で開発されるようになり T-34 中戦車をベースとした SU-122 SU-85、SU-100 Su 自走砲や、キロボルト -1 重戦車をベースとした、SU-152 自走砲、IZ-20 戦車をベースとした、ISU-152、ISU-122 自走砲などが実用化された。これらは、ドイツ軍の兵器との類似性から、突撃砲や、駆逐戦車と呼ばれることもあるが、 前日のようにいずれもソ連軍の公式な分類では自走砲だった。イタリアではドイツ軍の EE 強突撃砲に倣って固定式戦闘室に限定的な社会を持つ不評支援用装甲戦闘車両を計画し戦車と共通の車体を持つ自走砲を開発、生産した。これらのうちフィアット L640 の車体に DA-47 32M3547mm 不標砲を搭載したセモベンテ DA4732M1340 中戦車の車体に DA751875mm 榴弾砲を搭載したセモベンテ DA7518M40M41 が実戦で用いられたものとして著名である。これらの車両は e e 突撃砲が参考にされたこともあり、不評への火力支援と、対戦車戦当時の直接射撃というドイツのものと同様任務に投入されたが、ドイツの突撃砲と異なる点は、純粋な突撃砲、前線支援車両としてだけでなく、志願砲兵としても作戦に従事した点である。1942年初頭以来、これらの車両は北アフリカ戦線から、 シチリア島に連合国が侵攻するまで広く投入され、共に投入された回転砲投式戦車の支援戦力として、陣地攻撃用の突撃砲と対戦車戦闘用の駆逐戦車の役割を果たし、自走砲として間接支援射撃を実施した。イタリア軍突撃砲の主力であった DA-75-18-75mm 砲は、榴弾と鉄鋼弾を呼び、 対戦車榴弾使用でき、これは M4 シャーマンをはじめとする連合国側の戦車を破壊するには十分だった。実際、1942から43年の間に、なされたイタリア軍機構部隊の成功の多くは、これらの車両の活躍の賜物である。ドイツと同様、より長方針で抗議力の方の必要性から、セモベンテ DA-75-34。 セモベンテ DA75-46 及びセモベンテ DA105-25 といった長報新型の開発が行われ、これらは1943年よりのイタリア本土の戦闘でより対戦車任務を重視した運用が行われた。これらの長報新型のうち DA75-34 と DA105-25 はイタリア降伏後にドイツ軍に接収、また、 ドイツ軍の司令下で追加生産されてドイツ軍突撃砲として使用されており DA-105-25 にはシュトゥーグ M43MIT-105-25-853i の形式番号が与えられている。これらの他にもイタリア軍の突撃砲はドイツ軍によっても使用された。突撃砲はイタリア軍砲兵において使用されたものとしては非常に革新的な装備であり。 これは突撃砲が四段単位で使用される最初の自走砲であったことによる。しかし、この他のイタリア陸軍の砲兵部隊は深刻に機動力が欠如しており、1942年からようやく実戦投入された少数の突撃砲では全体的な状況を変えることはできなかった。また、常述のようにイタリア軍において突撃砲は、 間接射撃を行う自走砲としても使用されたが、発射速度が遅く、弾薬搭載量も十分ではないため、そのような任務に使用するには限界があった。なお、イタリアでは自走砲全般をセマベント、セモベンテと呼称していたが、自走砲として開発されて、実戦投入されたものの大半は突撃砲の形式の車両であったため、セモベンテは、 一般的には突撃砲の愛称として定着している。フィンランドでは、1942年から1943年にかけて敵軍であるソ連から路角した BT-7 快速戦車を改造して、イギリス製の QF4.5 インチ榴弾砲を搭載した車両を18両製造し、BT-42 クリスティ突撃砲として突撃砲部隊で運用した。 BT-42 はドイツの突撃砲とは異なり戦車に類似した密閉式の旋回砲塔を有するが当時のフィンランド軍の分類では突撃砲とされた。この車両の開発は旧式化した兵器の廃品利用的色合いが濃く、性能的に満足のいくものではなかった。またフィンランドは1943年9月にドイツから e e 突撃砲の供給を受けており、 車載基準を自国製のものに変更するなどの使用変更を加えて使用した。この他、継続戦争第2次ソカオルソ連フィンランド戦争のうち1944年夏の夏戦争において6月25日にソ連赤軍から ISU-152 を2両を六角し自国車両として使用している。このうち1両は 路角から3日後に、ソ連赤軍の T-34 から85に撃破されて、極短期間の運用に終わったが、もう1両は、路角時に損傷していたために、戦線後方に下げられ、砲と砲が棒立てを取り外して、J 数 -152V、車両番号 PS-745 から1の名称で、重装甲回収車として使用された。 J 数 -152V は戦後も使用され、1964年に退役した後に手法を取り付け直して J 数 -152 として戻され、博物館の展示用車両として現存している。第二次世界大戦後、突撃砲は不評支援の場からも対戦車狙撃任務の場からも急速に姿を消していった。理由は以下のようなものが挙げられている。 その移行機には、走行偵察、兵員輸送車から発展した車体に 90mm カノン砲を搭載したカノーネンアークトパンツァー、ドイツ、ドイツ占領下のチェコスロバキアで生産されていたヘッザー蓄戦車に独自の解説系を施して、自国しようとしたものを戦後に発注した G-13、スイスなども作られている。前説で述べた通り、突撃砲は本来は、 ナチスドイツ陸軍により不評支援用の重装工事装法として開発されたものだが、攻撃と防御の変化、戦闘車両の不足というドイツ軍の事情により、兵器として性格を変化させざるを得なかった。そのような事情がない場合、まず持って通常の回転砲塔を搭載した戦車が十分に生産、配備できれば必要性そのものが薄く、 不評支援兵器としては、戦後は前述の不評戦闘車の誕生と、中戦車の手法が大口径化し、装甲も重装甲化するに従って、わざわざ専用の車種を開発、製造する必要性が低下しており、砲塔を廃止している分より大口径外威力の火砲を搭載できる、駆逐戦車としても、無誘導のロケット弾から誘導可能なミサイルが発展して誕生した後となっては、 大口径の火砲を搭載する必要性は薄くなった。ソ連の SU-100 は第二次世界大戦後も生産が継続されており、後術、戦後生産型が度重なる中東戦争で用いられたほか、1991年から1999年まで続いたユーゴスラビア紛争、ユーゴ内戦の初期にいても T-34 から85とともに、 使用されている車両が記録され、21世紀に入っても2015年にはイエメン内戦で使用されているものが撮影されている。しかし、SU-100 に関してはいずれも旧式の車両が必要に応じて使われているとするべきもので、突撃砲は戦後も長らく一戦装備として用いられているとは位置づけがたい。戦後のドイツでも駆逐戦車、 ヤークトパンツァーの故障が用いられる車種については、可能年ヤークトパンツァー以後も開発、生産が継続されたが、武装は対戦車砲から、対戦車ミサイルへと変更されることになる。ソ連軍においては、SU-100 が、戦後の1947年まで生産が継続され、ソ連の同盟国となったチェコスロバキアにおいては、 改良型の SU-100M として1950年代を通して生産されたが、ソ連軍では1967年に、他のワルシャワ条約機構加盟国においても1970年代初頭には、現役から外されている。新規設計の車両としても、戦後第一世代の中戦車、主力戦車である T-54 戦車の車体をベースに固定式戦闘室を設け、 M-49D-49122mm 戦車砲を搭載した SU-122 から54ソ連の開発量産配備した重戦車としては最後のものとなった T-10 の車体に固定式戦闘室をけて M-64152mm カノン砲を搭載したオブエークト268 アバイクト268が開発されているが、オブイエイクト268は試作のみ、SU-122 から54は少数生産、限定配備に終わり、後継車両は T-62 の車体に対戦車ミサイルを搭載した IT-1 となっている。また、SU-122 から54同様に T-62 の車体に固定式戦闘室を 設けて五52口径 130mm カノン砲を搭載した駆逐戦車型 i t 百三十が存在するとされていたが、この車両については開発に関する記録も生産、部隊配備された記録も発見されておらず、情報の5人の可能性が高い。スウェーデン陸軍では1 9六十年代に主力戦車として砲塔を持たない STRV-103 を生産したが、これは、同国の国税である、武装中立に則っとった、防衛戦における待ち伏せ戦闘に特化したためであ、STRV-103 には、旋回砲塔はないが、砲塔の内部を駆動システムや、機動性、操縦システムで補い、独自の汎用戦闘方法を確立しているため、突撃砲のような、 いわゆる自走砲の範疇とは全く別物であり、あくまでも戦車であることに注意が必要である。そしてやはり、無法統計式への問題点もあり、後継となる戦車は普通の砲塔形式のものが、採された。中華人民共和国の現用装備である例に、式突撃砲は、装輪式で回転式砲塔を有しており、対戦車自走砲もしくは、 装輪戦車に分類される装備であるが、中国陸軍においては、砲兵化に配備され、突撃砲と呼称されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。